今、中華風ホットポットを作っています。とても美味しいです。めっちゃ美味しい。というか、なんていうんですかね、日本と中国は違って、オイル、このオイルを使って食べます。スープは食べません。なので、すごい新鮮で美味しいです。じゃあちょっと牛肉いただきます。あ、チャーハオチュー、めっちゃ美味しいです。いや、中華鍋いいですね。それではバイバイ。